どうも皆さんこんにちは、フジピコです。ということで今回こちらがね、入荷直後にちょっとね落ちてしまった地中海カメレオンのね女の子なんですけれども、実はこれねちょっとお腹の方にね卵が入ってるんですよね。このままねちょっとあの埋葬とかそういう形にしてもあれなんですけど、せっかくねこの卵をね多分救出したらね、もしかしたら帰るかもしれないということでね、命をつなげるという意味でもね、ちょっと一回ちょっとお腹の方をね卵を取り出してみようということで、ちょっとねそちらの様子見させていただきたいと思います。はい、ということでちょっとね僕ではさすがにねできないので、今回ねちょっと加藤さんの方にねやり方というかやってる様子ちょっと見させていただくということで、じゃちょっとよろしくお願いします。はい、もちろんこれは我流だし、その、はい、今からやることが正しい手順とかそういったことではないですが、はい、ちょっとね過去にも何回かやったことがあって、はいはい、それじゃあいいですか。はい、お願いします。じゃあ行きます、はい、行き、自分は、はい、ここら辺こっちの排泄口から、はい、もうハサミでそのまま皮切っちゃうんですね。あ、もうそこからもう縦にお腹を下げるんですね。人間では考えられないぐらい胸の方まで卵が詰まってるので、はい、あ、出てきて、やっぱり卵持ってたんですね。いただきます。はい、お腹膜みたいなのが張ってるんですね。うわ、すごい数入ってますね。これはおそらく有精卵なんですかね、色味的には。まあワイルド個体ですし、はい、あの出来上がってますね。あ、かわいそうですけど。うん、でもこれ取り出して、そう、まあせめてそれがしてあげれることかなっていう。そうですね、このままもう埋葬しちゃったらもう卵の命も、うん、まあ、もちろんね、ここまでね卵が出来上がってるんで、うん、今回は取り出したいと思います。はい、あ、本当に上の方まで入ってるんですね。そうですね、今は、はい、参道というか欄干にね、2つの欄干に、はい、卵が数珠つなぎで収まってます、うん、はい、これをその切断して取り出すんですね。まあ、どうやるのがベストかっていうのはわからないですが、はい、自分がいつもやってるのは、それぞれのこれがほら肝臓とかなんとかっていう意味では、この本当にもう心臓っていうかもう肺を圧迫するぐらい、わ、ほんまや、こんな上まで入ってるんですよ。収まりがここだもんね。そうですね、もうお腹の中ほぼ卵ぐらいので、最後の最後餌食べれなくなるっていうのはこういうことですよね。確かに、ね、スペースがもうもはやない、うん、色が黄色っぽいのは特に問題はないんですか。これは今まだ空気に触れてないから。ああ、なるほど、うん、空気に触れたらもうちょっと白っぽくなっていくってことなんですね。あ、こういう状態の卵って僕たち見たことなかったんで。そうですね、膜がちょっとしかまってる、まあ、ここ本来はこの卵から、まあ、産み落とされる順番にはなってたはずです。ということでこんな感じで卵が入ってたわけですね。はい、全部で合計 1,2,3,6,13 個入ってたわけですね。はい、これちょっとね今3個
膜を取ったんですけど、やっぱり色全然違いますね。空気に、ね、触れる、うん、すごい白くなってますね。こっちが今触れた方ですね。こっちが今まだ触れてない方ですね。はい、ということでこちら無事13個の卵を今ね取り終えたところで、はいはい、やっぱ空気に触れて色がね結構そうですね、どんどん空気に触れると白く卵らしい色になってきますね。そうですね。ここからはじゃあ、はい、この卵は産卵床の方に移して、はい、まあ、ちょっと管理してね、うん、いずれこの中で1匹でも、まあ、生まれてくれれば、うん、今日やったことの、ね、意味があったのかなって思います、ね、そうですね、命をつなぐという意味でも、うん、この子たちの次は卵の管理にそうですねやっていくというわけですね。はい、はい、じゃあ貴重な映像を撮らせていただきましてありがとうございました。はい。